こんにちは、藤原産業のいつもの僕です。前回ですね、こちらの暑さ対策の商品といたしまして、ガーデンミストクーラーを紹介させていただきました。その時にですね、少し紹介したんですが、この自立型のガーデンミストクーラー、今回はそちらの商品を紹介したいと思います。よろしくお願いします。今回紹介する商品はこちらですね。セーフティースリーのどこでもガーデンミストクーラー SGMC の3 SGMC の4、こちらの商品を紹介します。こちら2種類あるんですが、何が違うかと言いますと、一等式か二等式の違いになります。このどこでもガーデンミストクーラーという商品名なんですが、なんでどこでもという商品名がついているかと言いますと、実はですね、このホースなんですけど、一般的に使うこういった柔らかいホースとは違って、こちらのホース、これ見てください。結構しっかり作られてます。なので好きなところに設置できる大変機能性のあるミストクーラーです。喋っててもね、伝わらないので、どっかちょっと実験でやってみましょうかね。では早速使用していきたいと思います。先ほど紹介したどこでもガーデンミストクーラー、これホースの長さは約2メートルとなっております。なので結構自由自在に好きな形でセッティングできると思います。先ほども言ったように記憶形状の素材使ってますので、好きな形にできるというのが一つポイントかなと思います。今こういうふうにトグロ巻いてますけど、トグロ巻くことで地面に置いても安定するというところです。そういったのもやり方によっていろんなパターンが生まれると思います。実際ですね、やっていきたいと思います。でまず1個目はですね、まあ、こういった柱にくくりつけてミストを発生させるタイプ、こんな感じですねっていうのもできます。なので前回紹介したSGMC の位置であれば、前回の動画で自転車置き場のところに吊るしたんですけど、まあ、ボードで穴開かなあかんとか、いろいろね、設置場所に困ってしまうんですけど、もしかしたらこっちの方が使いやすいかもしれません。くくりつけてですね。まあ、でもこれ1個しか出ないんで、まあ、それぞれね、使用用途が変わってくると思います。じゃあ早速ですね、ちょっと出していきますね、水を。どうですかね、結構高いところからこうミストが発生しますから、結構広範囲にこうね、行き渡ると思います。で今屋内でやってるんで風が発生してないので単一方向なんですけど、ちょっと風が吹けばいろんなところですね、こうミストがですね、舞うかな、霧が舞うかなというのがあります。次にこちらセフティースリーのどこでもガーデンミストクーラー二等孔、まあ二噴射タイプですね、 SGMC の4、こちらを使っていきます。今回は地べたに置いてトグロ巻いた状態で霧を発生させます。じゃあそれではやっていきますね。先ほどの商品とは違って2つに出ていくので、ちょっと方向がですね違いますね。まあ、霧の出方は一緒ですよね。今蛇口いっぱい精一杯回してますけど、水圧に負けずにね、大体なんか水圧が強かったホースがね暴れ出すのかなと思ったんですけど、そうでもないですね。今回ところで下からこう、まあ、高さがないので広範囲にはなかなか行きづらいのかなと思いますけど、ここのね、近辺でね、なんか水遊びとかね、お庭遊びされる方は、もしかしたらいいかもしれません。今回はこちらですね。セフティースリーのどこでもガーデンミストクーラー、SGMC の3、4を紹介させていただきました。それ使ってみての感想なんですが、
やはりこの形状記憶素材を使っている分、どこでも本当につけれるかなというところで、まあ、大変便利な商品かなと思いました。もちろんガーデンミストクーラー全般なんですけど、これと藤屋三条でもですね、こういった、まあ、散水タイマーという商品販売させていただいております。これと組み合わせて使っていただければ、例えば、うん、夏場とかですね、まあ、2時3時4時ぐらい暑い時間帯とかね、朝の10時とか11時とかですね、ちょっと暑くなった時間帯ってちょっと水まきたくなるじゃないですか。そういった時にこういった散水タイマーと組み合わせて定期的にね、こういったミストをね出せばちょっとねクールダウンにもつながるんじゃないかなというのと、ちょっと水の量は少ないですけどね、あの花の水やりとかにもいけるのではないかというのも、いろいろね使い方広がるんではないかと思います。前回はですね、この伸縮式もしくは設置型のガーデンミストクーラー紹介して、今回はこのどこでも自在に変形できるミストクーラー紹介させていただきました。ぜひご検討ください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、あと LINE の公式アカウントも開設しましたので、そちらの登録もお願いします。それではさようなら。